福井県が100年に一度のチャンスと期待を寄せる北陸新幹線の延伸、大勢の人が見守る中、出発進行。今敦賀駅より輝き502号が出発いたしました。開業の場面に立ち会えたというのはやっぱりすごく嬉しいですね。沿道から手を振ってくれてる人もいたんでね、それこう振り返したりしてやっぱ楽しかったです。はい、最高ですね。おととい北陸新幹線が延伸し、東京駅と福井県の敦賀駅までつながりました。駅前の広場はこのようにかなり多くの人でにぎわっています。とってもにぎわってますね。今までこんなに人がいることなかったんで、すごいにぎわってて楽しいです。開業に合わせたイベントでは、ブルーインパルスによる祝賀飛行も。福井県は新幹線開業に沸いています。北陸新幹線は2015年3月に金沢駅まで開業。今回の延伸で東京福井間は最速2時間51分、東京敦賀間がおよそ50分短縮し3時間8分となります。午前3時前の敦賀駅です。一番列車の出発まであと3時間以上ありますが、駅にはすでに列ができています。そして午前5時前、改札がオープン。今はもっぴですけど、こう切符でこう通してさっとささっという。2日前から並んでいた男性の姿も。東京に向かう一番列車の出発から46分後。午前6時57分です。北陸新幹線敦賀1号が敦賀駅に到着しました。この敦賀駅に到着する一番最初の列車です。金沢ホテルが全然取れなかったんで、カラオケボックスでとりあえず一晩過ごして、これに乗って戻ってきました。新鮮な気持ちといいますか、やはりね、まあ、見慣れない新幹線に乗れたという、嬉しさでいっぱいでしたね。またこんな人も。一応明日乗る予定です。先の表示を取りたくて、今回だったら新しく敦賀駅とかが出るんで、そういうのをいち早く取りたいなっていう。写真を見せてもらうと、一方で名古屋から北陸へのアクセスには変化も。これまで名古屋と金沢の間で直通運転されていた特急しらさぎは敦賀止まりに。金沢方面に向かう場合は敦賀で乗り換えが必要になります。そして敦賀から金沢へは新たに6つの新幹線駅ができました。今回ドデスカプラスが注目したのは、越前市にできた越前武生駅。こちら新幹線の越前武生駅を出てすぐの場所に道の駅があります。新幹線開通を見据えて去年できたばかりの道の駅、一押しは、もう今の季節でしたら間違いなくやっぱり越前ガニ。越前ガニは今月で漁が終わりますが、ここでは急速冷凍の技術などを使って通年でカニが食べられるといいます。さらに握り寿司が食べれる道の駅ってちょっと珍しいんじゃないかと思ってまして、で実際お客様の方 も本当に半数ぐらいの方は大体その寿司関連の商品をお召し上がりになっております。福井のおすすめグルメも味わえます。薬味の大根おろしが乗った越前そばに、
ボルガライス、これは、オムライスの上に、カツが乗ってデミグラスソースがかかったようなものなんですけれども、越前市の B 級グルメですね。はい、越前市内では、特に洋食屋さん中心に何店か提供しているお店がございます。この越前竹譜、名古屋からのアクセスにもおすすめの理由があるんです。去年11月、岐阜県と福井県をつなぐ新しい道路が開通しました。昨年11月に冠峠クラウンロードが開通しまして、そちらを利用して、岐阜、尾張小牧、名古屋ナンバーの方というのがもう急激に増えました。車で道の駅まで行き、車を止めて目の前にある越前竹譜駅から北陸新幹線に乗車。越前市もこのパーク&ライドを推奨しています。ここまで車で来て、ここから新幹線という楽しみ方っていうのもできるんでしょうか？さようでございます。うちは無料駐車場、普通車の駐車場を560台有してますので、ここで車を止めていただいて、ここから新幹線に乗り換えて、いろんなところに、こう旅に出るということも可能でございます。引き続きやっぱり中京圏の方にも楽しんでいただきたいなと、地元を挙げてやっぱりこうみんなのお越しになるのを待っているというような状況でございます。